はい、こんばんは、島津です。本日なんですけど、リトルナイトメア、の DLC のね、最後のが出たので、やっていきたいと思います。ランナーウェイキッドのね、最終章です。はい、じゃあね、やっていきましょう。ジャンプ。よいしょ。あれをね、いくよ。せーの。ほい、オッケー、いけた。で、こうやって、反動をつけて、ポイッと。あら、あら、あら、しまった。そう。久々すぎて、ちょっと操作がね、慣れてないんですけど、おら。いやー、まさかだよ。急に出たからね。告知もなかったし。オッケー。あ、ノームがいる。久しぶり。元気かい？元気かい、ノームよ。反応がない。おお、たくさんいる、たくさんいる。遊ぼうぜ、俺と遊ぼうぜ。前ギュって大チュキってこう、ね。抱きついたんだけどね。ちょっと嫌われたみたいだね。おお、危ねえ。おお。ここは、なんかあるか？ナイトメア。なんかね、聞いた話によると、続編が出るらしいですよ。うん。これの続編って何って、あ、ちょっと待って。魔女の顔じゃん。ほら。綺麗じゃん。めっちゃ可愛い。可愛いじゃない。綺麗な人だね。うん。タイプです。はい、そんなことはね、どうでもいいとして。先に進みましょう。おっと、降りますね。魔女さんが、あんな綺麗なのに、なんで仮面をつけてんのかね。いいかな。気づかれない。いい感じですね。 OK。 ふぅ、でっかいとこ来たね。魔女の？なんですかね、ここは。おお、待て待て、抱きつこうぜ、抱きつこうぜ。ハグしよう、ハグしよう、ハグハグハグ。あれ、消えた。くそ。早いな、今回。今回あれだね、一緒に同盟を組むことは多分なさそうですね。こんだけ逃げるんだったら。ね、DLC にではね、協力しまくってたからね。ここはおそらくあれでしょう。まあ、本置き場ですね。別の言い方があるんだけど、本置き場としか今ね、ちょっと出てこないんですよ。見て。魔女やん。勝手に魔女っつってるけどさ。普通に綺麗な人だよね。着物が素敵な。よし。じゃあ次こっち行きましょうか。マイク入ってるよね。たまにオフになってるからね。ストーリー系でね、オフになってるのが一番辛いね。うん、やっぱり。マイクオフになってるのが。やり直さないといけないか。おう。ちは？この上に登ればいいのかね。押す。あ、ローラーがついてますね。よいしょ。あ、ここ行きねえのか。あー、多分左だね。ちょっと待ってね。よいしょ。こっちだ。こらせっと。はい、じゃあ行けるはず。よいしょ。ここには何があるかね。はい、失礼。いや、ちょっと、狭いな。狭き通路だ。本が一冊あるぐらい。これで、あれよ。ライトをぶっ壊せばいいのか？ああ、100%届かないね。ジャンプかね。ちょっと待って、ちょっと待って。いくよ。
ランナウェイキート無理、届かない。あーくっ、アップで。いや、ギリギリだよ、ギリギリ。もうちょっと高かったら確実に死んでたね。こっちは今んとこちょっとよくわからないですね。出ましょうか。どっちかな、こっち行こうか。あれ、あ、待って、なんかあるよ、絵が。よく見えんかったね。こっちは何もなさそうですね。じゃあこっちの部屋に、はい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 、置物がありますね。取ってみようか。おお、待て待て待て、え、ん、あ、やばいやばいやばい、あのインディン・ジョーンズ的なやつだ。物を取るとね、天井が落下してくる仕組みだね。あぶね、戻してよかった。ちょっとここはまだ行けなさそう。危ない。よいしょ。ああ、ここもダメだ。右へ。ちょっと、こんぐらい。これでいけます。はい。で、多分このレバーですね。せーの、おいしょと。あら、おい、おいしょ。ライトがついた。ここは、あ、か、鍵がかかってますね。ダメっぽい。これは何をするやつだ？ほっ。いや、回らないね。はい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 。多分この目のところに当てるんだね、光を。でも動かないぞ。あれ？ダメだ、なんか引っかかってんのかね。こっちは、あ、目が閉じた。開いた。だから多分上のも一緒だね。光を当てればいいんだ。ん？お、なんかボタンがある。台座？台座かな？あの石像くんじゃない？あ、違う。エレベーターですね。なんて便利なものが。じゃあ戻りましょうか。あ、ちょっと待って。ボタンっぽいのあった。これか。これか。あ、来た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 。来たよ。だから多分、これで、ね。動かしていくんだ。よいしょ。おいしょ。おいしょ。どうだ。あー、位置が全然違うね。多分これ、まあ、適当にやってれば、いつか合うでしょ。これを、ちょっと待って、ちゃんと押そうぜ。よからせ。もう一回。こうじゃねえか。はい。はっ、ほら、来た！来た！適当だったっけど、で、これをやれば、多分開くんじゃない？ほら、よーし。順調だな。順調すぎて逆に怖いな。魔女の彫刻がありますね。魔女の彫刻。あれ、これは首なしか。なんか意味してんのかな。うう。長い間入った形跡がないですね。蜘蛛の巣がついてるってことは。で、これは、これ、あれじゃない、お客さんだよね。だよね。お客さん。この、門の中の。これ、何さしてんだ。光るね。順番にとりあえず押そうか。なんか起きるでしょ。はい。
はい。はい。あ、消えた。5つまでしか押せないみたいだね。4つ。うん。5つ押したらリセットされますね。なんだこれ、どうあら、もう、何を表してんだ。これは、あ、はい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 。はいはいはい。多分、ここに映ってる人のボタンを押せばいいんじゃない？順番は関係ないと思う。デブチョと、鼻長、よし。ね。正確に押していこう。デブチョと鼻長はどこ行ったっけ？デブッチョ、鼻長がいたね。鼻長いた。あ、鼻長かこいつ。違う、鼻長じゃない。デブッチョと、よいしょ。鼻長はどこ行った？勝手、あ、いたいた、鼻長。もう勝手にあだ名つけてるけどね。よし。鼻長がいまして、5個しかないんじゃない？デブッチョ、デブッチョ、鼻長、いたか？あ、はい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 。はいはいはい。なんか弱、ね、弱そうな顔の人と、めっちゃもう怒り狂ってて、今にも血管がはち切れそうな人。弱そうな人、弱そうな人はいた。弱そうな人、ね、血管が破れそうな人はどこだ？あ、あったあったあった。血管が破れそうな人、で、あと一人。あと一人見つければ、開くんじゃねえか？前の扉が。誰がいる？え？誰？ああ、はい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 。あれね。あの人はどんな顔なんだろう。なんかつけてない？なんか若干マスク、あ、違う。なんかあざがあるよね、左に。じゃあ、あざのある人で行こう。あざのある人、どう？来た。いやー、ちょっと難儀だったね。あ、魔女いるんじゃない？ここ。ありますね、石像が。あれと変えんのかね。台座のものと。お、待て待て、やめて、やべやべ、石像になっちった。クソ、こいつ折ってくるね。マジか。ちょっと待って、これどうすっかね。走る？走れるかな。え、ちょっと待って待って待って、あ、ダメだダメだ、あっ、カップ走ってもダメだ。手前に行く。持った瞬間手前に行けばいいんじゃない？影があったよね。ほっ、前前前、あ、ダメだ、クソ、お前の射程距離はどこまで長いんだ。あ、クソ、ダメだこれ。こいつの発射角度はかなりね、優れてますね。こうだよね。影、影、ここだ、ここだ。さすがにな。ちょっと待って、これ多分タイミング見計らうんでしょう。ちょっと待って、リキッドダッシュだ。ああ、嘘、嘘、嘘、待って、影、影、影、おぶね、ぶね、ぶね、ほう、よーし、ゲット。あれ、あ、ああ、そういうこと。そこにボタンあるね。押せ、投げろ。あぶね、あぶね、あぶね、ほう、ほう、あ、やばい、取れない取れない、ここ、ここ、きっと取って、よしよし、いやー、オッケーオッケー、ダッシュだぜー。よーし、ゲットした。いやー、あの目ん玉、目ん玉。
びっくりしたわ。なんかひそひそ声が聞こえんだけど、ハローネイバーのごとくひそひそ声が。おー、待て、待て、誰かいたぞ今そこ。え、あ、走ってる。同じタイプ、いやだよね、同じタイプっていうか、あれ、なんけ、ノームとは違うタイプ。じゃあこれちょっと持っていこうか。でもこれどこで使うのかね。よいしょ、よし、交換の時間だ。じゃあお前はいただく。ちょっと待ってて、代わりを置くから。よいしょ、セットオン。よし、完璧。じゃあこれをどこで使うのかね。こっちって行ったっけ。行ってないよね、まだ。上にそのまま行ったよね。ほう、石像がある。石像っていうか彫刻ね。おー、これと変えろってことっけ。顔が割れてるもんね、これと一緒だもんね。かといって届くか、これ。あ、無理だな、絶対無理だな。どこ、あら、あ、置けんのこれ。あ、なんか穴があるね、床に。これ、ここ、これ四角形、ここじゃないこれ。あ、やっぱだ、当たった。で、これが丸でしょ、丸三角だから、はい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 。じゃああと2つ集めてこないということは、あのさっき置いたあの人形も取ってこないといけないってことだね、最終的には。多分あとどこだ、てかどこ行けばいいんだよ、あと。よいしょ、魔女さん、なんかまだいるな。あれじゃない、あれ、これオルゴールだけど台座に置けんじゃない。調べてみますか。ライト消した方がいいよね、やっぱ取れねえだろう。乗れる？近づけるかなこれ。やめて！いやー、捕まった、ダメだ。近づいたら 100% 捕まるね。この上は登れない。この上は、うん、基本登れなさそうですね。この人形、待って、持てるぞ。これで、しゃがん、くそ、しゃがめなかった。人形持ちながらだと。いや、違う。俺がボタン間違えてたんだ。くそ。あれで木をそらすんじゃない。ね。まぁ、ちょっともうダメ元でやってみましょう。あうー、ナイスストライディング。さすがキッド。多分、しゃがみながら、あ、ごめん。しゃがみながら移動して、どっちに投げればいいかな。こっちか。これでバレないんじゃ。なんで俺の方向くの。そっちを向きなさいよ。左回りですよ、あなたが向かないといけないのは。左向け左ですよ。左向け左、右向いちゃいけない。人形はダメっぽいね。確実に俺を捕らえてくるね。こりゃ痩せんぞ。観察しよう。遠くから。ライト当てても遠くからならバレないんじゃない？これ。ほら。
そこは近づくとアウトだもんね。いや、絶対これっぽいんだよな。魔女の木をそらすもんが、人形は多分これあれ1個しか持ってないと思うし。鍵がある、鍵がある、あれを取るんか、あれを取るんだ。ちょ待って、こっちから行けんじゃねえか。ちょっと待てよ。あ、なんか向きそうだよな。もうなんか向きそうだもんな。はっ、気づく。あー、ダメだダメダメ、あの取りに行けない。はい、ですね、あの魔女にあの距離まで近づいたら 100% 見つかるんで、向こうの射程内に入ってしまうんで、多分、ね、あの魔女をどうにかしないといけないんですよ。だからまだ違うんじゃないかと、あそこに行くのは早すぎるんじゃないかとちょっと今考えました。こんなやね、綺麗で優しそうな人なのに、なんで私をこう捕まえるのかね、まったく。でこっち行ってないよね。こっちになんかあんだよ絶対。なんか見えない壁がある、見えない壁があるよ、ここに。ほら、バグだ。お、中いる、中いる、そこに。お分かりいただけただろうか。な、何それ、あんた誰。おお、やばい、サブキが走った。めっちゃ、待って、あれ、あんた誰、あんた誰。あんた誰今。めっちゃ怖かったぞ。あら、まだ本が戻ってきてますね。さっき泣けたんだけど。おいしょ。あ、ここじゃないの。はっ、ブーン。あー、よく耐えた、キッド。さすがです。はぁ、絶対ここなんかあるよ。だってここ以外、もう今、ねえ、とりあえず、クリアしてきたもん。なんだよ。ん？シミがあるね。ちょっと待って、これ、引きずった跡じゃない？向こうに続いてるよ。ほら、下見て。ここ開くな、絶対。おら！開け！開け、ごま！開け、ごまだれ！ダメだ。開かない。あー、もう、わけわかんない。絶対ここ開く、絶対ここ開く。ちょっと待って、探します。お待ちください。ね、君、なんか知らない、知ってることあるかい？ちょっと教えてくれないかい？まだいるか？ちょっといないな。消えたみたいだ。お。ここ怪しくない？ここのさ、模様とさ、ほら、ほんのこの表紙の、タイトルとかがほら書いてある場所、なんか形一緒だよね。入るんじゃねえか。セッツ入ったけど、これはここじゃないみたいだな。返せ。あれあれあれ、合ってんの。合ってるっぽいね、これ。ちょっと待って、どこだ。俺が入れられそうな本棚の隙間。はいはい、ここだ。ここは？ちょっと待って、見れないな、全然見れない。これ合ってんのかな。合ってるから抜けないんだよね。じゃあもう適当に入れていけばいいんだよ、適当に。セッツ。今言った言った言った、ガチャリコっつった。じゃあ次これの前に、ちょっと待って、どこだ。スキーマ。え、どこ。ここじゃないみたい。こうやって適当にこう進んでいく。どこかに刺さるだろう。
あ、入った入った。まあ、それ隙間だったのか。おお、開いた。開け、ごまごまごま。いや、あれ隙間に見えなくない？ごま。よし、開いた。あったよー。よいしょ、ゲット。てってるん。これは下の台座ですかね。とりあえず置きに行こうか。くそ、難度高えな。これは違う、ここのじゃない。こっち、ここのでもない。ということはこれがダミーだね。じゃあ上のが本物だ。じゃあちょっとダミーと取っ替えてきます。お、待て待て、イベントが発生するってことはこれがやっぱダミーってことだね。こっちに置きに来るものって気がしません。なんかね、音もね、よいしょ、なんか木造っぽい音するし。 OK、 じゃあ入れに行きましょう。はい、持ってきましたよ。こっちか。いや違う、三角だからこっちだな。 OK、 あと1個だけど、おっとおっと、